クラロワで煽られた皆さん、どうも皆さんこんにちは。クラロワメンタル推進課、救急と申します。よろしくお願いします。今日はですね、クラロワで煽られた時の対処法を皆さんに伝授したいと思います。で、ちょっと今回ですね、とか言って、ちょっとおちゃらけの要素に出してるんですけど、実はすごい真面目な回でございます。僕今22歳になるんですけども、大学1年生ぐらいから、このね、2冊の本がもう大好きで、もう今もね、定期的に読んでるんですけど、カーネギーの道は開けるってやつと、カーネギーの人を動かすって、この本もボロボロになるまでさ、このコーヒーとかこぼしちゃってんだけど、もうこれをね、ちょっと読み込んでるんですよ。で、これ大好きなんで2冊なんですけど、ぜひとも買ってほしいんですけど、今日は、ちょっとね、人生の、なんか前人生のトークをした時に、僕一人のですね、まあ視聴者さんとか、まあ僕の友達とかがですね、めっちゃね、あの動画良かったとか、その人生の対する考え方もっと聞きたいです、みたいなことをね、結構言っていただいたんで、今日は僕の大好きな章、この2冊を抜粋して、僕の好きな章をちょっと僕の言葉でちょっと紹介していこうかなと思います。結構ちょっと真面目かもしれないですけども、僕が考えているところでございます。まずですね、こちら。死んだ犬を蹴飛ばす奴はいない。これもちょっとクラロワのとろみ上げにもね、関連してくるかもしれないんだけど、まずこれはね、道は開けるに書いてあるんですけど、この本では、死んだ犬を蹴飛ばす奴はいないと。その人間はそもそも愚かな生き物であるってことが書いてあるんですよね。その、死んだ犬を蹴飛ばす奴は確かにいないじゃないですか。ちょっとかわいそうって思っちゃう方もいると思うんですけど、人間は愚かなので、威勢が良くて、よく吠えて、なんかこう、活発的であればあるほど、人間は、その、大物の犬を蹴飛ばして、なんか大きな優越感を得るのだっていうのが、まあ、この章で書かれてることなんですね。だから、しばしば非難されたりとか、なんかその攻撃されたりとかさ、学校とかで陰口言われたり、悪口言われたり、なんかそういう標的になっちゃう時っていうのは、結構その大物であったりとか、あなたが何らかの事業で何らかの成功をしてたりとか、あと学校とかだったら、ちょっとこう、あいつなんかすごいいいとこあるよなとか、キラキラしてるとか、運動ができるとかいうところでちょっと悪口を言われちゃったり、あなたが大物であればあるほど結構非難されるよっていうのがこの章で書いてあるんですね。これ本当にね、僕も好きな章で、結構やっぱ YouTube とかやってるとぶっちゃけそのアンチコメとか、まあ、ね、みんなね、その YouTuber に相談すると、いや、そんな気にしなくていいでしょと。そんなんもうさ、なんか情報収集として使えばいいんじゃないみたいなこと言われるんですよね。とある YouTuber の方が、YouTube のすごいところは、いいコメントもあるし、悪いコメントも書かれるというのがいいとこだよねっていう風に言ってて、路上ライブをしていた人がいて、路上ライブをしてると、いいと思った人は立ち止まって聞いてくれるけど、悪いと思った人はもうスルーしてしまうと。だから悪い人の意見を聞けないのに、YouTube で音楽活動とかをすると、すごい悪いことも聞けるし、いいことも聞けるから、それは情報として収集するべきだよね、みたいなことを言われるんですけど、僕結構気にしちゃうんですよ。結構、うわぁ。今日の動画、そんな面白くなかったかなとか、ちょっとへこんじゃうタイプなんですけど、だから僕はなんか結構気にしちゃうタイプでございます。で、そういう時とかに、こういうのを見て、なんか自分を洗脳というか、自分を落ち着ける、気持ちを沈める時になんか結構読み返したりします。ぜひともおすすめです。これ別にステマとかじゃありません。企業案件でもありません。僕のマジで好きな本でございます。で、次。次ちょっとまた変わるんですけど、悩みを解決するための魔術的公式っていうのがね、章であるんですけど、これね、まあ、クラロワでも、そうですね、まあ、クラトラ上がんねえよとか、まあ、例えば学校だったら、成績上がらないとか、あとは明日の体育の授業で実技あるからすごい不安だとか、明日大事な大会があるとか、社会人の方だったら明日プレゼンテーションがある、大事な、取引先との商談があるとか、失敗できない時に対しての悩みっていうところ多いと思うんですよ。僕だったら、ちょっと僕結構人前で立つの実は苦手なんですよ。実は。もうオンモードにして、オンモードにして自分を舞い上がらせて、イベントとかでうわーってやれるんですけど、結構学校のディベートとかぶっちゃけも緊張しちゃうタイプで、イベントで2000人の前ではあんま緊張しないんですけど、学校のディベートの11人の前で発表するとか結構緊張しちゃうタイプなんですよね。そういう時に僕も使ってます。悩みを解決するための魔術的講師っていうのは、公式3段階に分かれてますね。一つ目が、最悪の事態を想定する。そして、やむを得ない場合には、最悪の事態を受け入れる覚悟をする。そして三つ目に、事態を好転できるよう努める。まあ、これがね、まあ、その文字で書くとすごい、なんか、普通じゃねっていう感じなんですけど、実際にやってみてください。例えば、僕、明日、例えばですけど、11人の前でプレゼンテーションをする悩み、ちょっと心配だとか、悩みがあるんであれば、まず最悪の事態ってなんだろうって想定するんですよね。最悪の事態は、プレゼンテーションが失敗して、その11人に大爆笑されて、あいつはトークができないやつだとか、
あいつ YouTube やってんのに全然喋れねえじゃんって笑われるっていうことを想定する。笑われる笑われる想定するんですよ。その次にやむを得ない場合には最悪の事態を受け入れる覚悟をする。もう笑われても仕方ない。うん、もうなんかその11人にもう笑われてるところ想像しちゃうみたいなね。うん、受け入れる、もう受け入れますって受け入れます。そしたら事態を好転できるよう努める。そうするとここのね第2段階を終わった時点で気持ちがすごい楽になるんですよ。うん、だからこういう風にちょっと魔法公式ね、ぜひともあの皆さん今悩みある方はぜひともやってみてください。僕の例えば最大の悩み、別に今悩んでるわけじゃないですけど、例えば僕がじゃあ YouTube がもう再生回数がなんか20回とか100回とかになっちゃった場合あるじゃないですか。最悪の事態は YouTuber として生活できなくなること。うん、それをもう事態を想定する、ちゃんと。でやむを得ない場合には最悪の事態を受け入れる覚悟をすると楽になるんですよ。あれ別に100回になってしまってもいいって思い込むと、あれだってじゃあ今だってじゃあ5万再生ね、皆さん見ていただいてるとか考えられるんで、なんかこう事態を好転できるよ、もっと頑張ろうって思えちゃうんですよね。なんでこの公式ぜひとも使ってみてください。はい、クラロは関係ありませんこの動画実は。続いてちょっとね、これは今まではこうちょっとあのメンタル面の話だったんですけど、こう僕いろんな人と会っていく中で、まあこれはね人を動かすっていう本に、この2つはあの人を動かすっていう本に書いてあるんですけど、僕がすごい好きな、好きっていうか結構実践しやすい内容なんですよね。まずね、人に好かれるためにはどうすればいいですかみたいなね、結構僕に質問来るんですよ。あの別になんか恋愛的な相談は僕全然もう受け付けてないんですけど、結構その友達ができませんとか、新しい大学進級しました、大学に進学したんだけど友達できませんとか、社会人でどうしたらこうなんか人と仲良くなれますかみたいな聞いてくれるんですけど、僕はもうこれは一つもう気を書く、これ結論出てます。これどういうことかっていうと、あの人の名前を呼ぶっていうことがすごい大事っていうのが書かれてる章なんですよね。あのどういうことかっていうと、皆さん想像してほしいんですけど、カフェの中でじゃあなんかゲームやってたりとか、あと仕事してる、あとは食堂、学生の皆さんだったら食堂でご飯を一人で食べてるとか、そういうシチュエーションの時にざわざわしてますよね、周り。ざわざわしてる時に僕だったら清香って言われたら、どんなにざわざわしててもふって振り向けるじゃないですか。それって人間っていうのは自分の名前がすごい好きなんですよ。これマジです。だからもうカフェでももちろんそうですし、あとは皆さんもしかしたら経験あるかもしれないですけど、その例えば大学生とかになった時に初めてその友達が清香くんとか清清って呼んでくれた瞬間で僕すごい嬉しいんですよ。嬉しかったんですよ。今思い返してみればちょっとドキッとするというか、っていう時に人の名前を呼ぶっていうのがすごい大事です。で僕ですね、ちょっとこれあんま言わない方がいいんですけど、僕はもうね人の名前をねすぐメモしちゃうんですよね。というのは人間ってぶっちゃけもう忘れちゃう生き物じゃないですか。でもしかしたら人によってはもう人の名前全部覚えられますよとか、メモするなんて失礼だっていう意見もあると思うんですけど、僕はねどうしてもやっぱ会う人の人数も多かったりするので、結構その逆に覚えてないことが失礼だと僕は思ってるので、もうメモしちゃってますね。でそのメモをして、もうその人の特徴だったりとかいつでも思い返せるようにするっていうのを僕実はやってます。で iPhone にそのメモがあるんですけど、それも誰も見せてないメモがあるんですけどiPhone にね、そのメモとかをあるとやっぱちゃんと人のことを覚えれるっていうのが僕はすごい大事だと思ってるんで実践してます。こういうのって実践しないと意味ないんで、話聞いてあ確かにそうだよなって思いつつも実践しないと意味がない。そしてはい、もう最後ですね。これね僕もあんまりできてないんだけど、誤りを認めるっていうのがすごい大事ですね。というのは、なんだろうな、これは人、これもね、人を動かすに書いてあるんですけど、誤り認めるのって実はすごい難しいんですよ。で、日常生活の中で誤りを認めるシチュエーションってたくさんあるんですよね。というのはどういうところかっていうと、例えば彼女彼氏の時に、なんか、トイレのなんか蓋閉めてなかったじゃん、みたいな話があった時に、あーごめん。で、そのごめんだけでいいんですよ。とか、なんだろう、まあ大きな話でいくと、例えば仕事のミスをしてしまった時に、なんか隠そうとせずに、なんかちゃんと、すいません、これ割っちゃいました、とか、いうのがすごい大事だったりします。とか、あとは、なんかこう、些細なことでも自分が誤りを認めると、例えば口喧嘩にちょっとなった時に、相手が、ごめんって言ってきたら、なんかこっちも責める気なくなっちゃうというか、いや、俺も悪かったよ。ってなっちゃう場面、経験したことある方多分いらっしゃると思うんですよ。で、僕もリアルタイムにそういうことを経験していて、例えば友達とか、例えば大原とかね、とかなんかちょっとさ、言ったらずっと一緒にいると、ちょっと話で、それは違くねみたいな話になっちゃったりするときあるじゃないですか。そういうときに、こう自分から、いや、まあでもぶっちゃけあのときは、まあ俺が悪かったわ、みたいな、まあ具体的により言うといいと思うんですけど、誤りを認めると、そこからね、謎の口論が生まれなくなるんですよ。結構
構意地を張っちゃうと、いやお前が悪い、お前が悪いってこうなんかこういたちごっこみたいになっちゃうんですけど、一人が認め始めるとそこでスッと終わるんですよね。じゃあ次から気をつけようって、よりこう時間も有効活用できますし、なんかいい関係になれるっていうのが誤りを認めるっていうことでございました。はい、私全然クラロ関係に、もうごめんなさい、全然クラロ関係に、ごめんなさい、すいませんでした。ということで、まあ僕が常にねこう意識してるわけではないんですけど、僕がちょっとなんか行き詰まったりとか、ちょっとうわ人生どうしようとか、人間関係苦しいなって思った時はこの2冊を読むようにしてます。はい、別にこのステマとかじゃないですけど、人を動かすと道は開くよ、これね、まあ結構人によっては好き嫌い分かれる本なんですよ。人によってはいやこんなのもうなんか全然参考にならないみたいな方も結構いらっしゃるんですけど、僕は結構好きなのでおすすめします、ぜひ。はい、 Amazon とか Kindle でも売ってます。僕なんかあれですかね、 Kindle にも入れてます。 Kindle にも別で買って飛行機の中で読み返せるようにとか、ちょっと本当になんか出先ですごい気分が悪くなって、あどうしようって心配に駆られた時は読み返すようにしてます。で、この本にどういうことが書いてあるかっていうと、この、まあ、今回は概念的なところ、ちょっと表面なところをちょっとお話ししたんですけど、この本の中ではいろんな、アメリカの研究というかアメリカの実体験をもとに全部フィクションで、ノンフィクションで、出来事が書いてあります。だからより説得力が増してある本、増してあるのがこの本なんですけど、ぜひともね気になる方見てみてください。いやー、喋ったな。喋り散らかしたな。ということで、クラロワ、沼った皆さん。沼ってなくても、人生沼った方。ぜひともね、これちょっとやってみなさい。買ってみるのもおすすめです。では。